デトロイト続きやる。はい、行きましょう。一つ目のなんかシンボルを探せみたいなのがあって、それを一個見つけましたね。で、次がこちら。これはライオンの顔かな？ここら辺にあるっていうことでいいのかな？よいしょ。まあ、文字通り死の淵から這い上がってきたマーカスが、これからどこに向かうのか。彼もあれかな、アンドロイドが普及したことによって失業しちゃった人間なのかもしれませんね。さあさあ、この壁画のあたりなのかな。お、すごい。線路だ。こんにちは。下かな？あ、なんかありそうですね。あ、絶対あそこだ。正面にある壁画、あそこっぽいですね。おお、なんだ。ああいうのって大抵スリですよね。なんか取られてない？大丈夫？確認する術はなしと。これ、時系列はどうなってるんでしょうね。雨は止んだっぽいのかな。Do you know where Jericho is? そうでした。ジェリコですね。どうやらアンドロイドたちの楽園なのかな。ジェリコと呼ばれる場所があるらしいんですよね。ここですね。違う。そうだね。ライオンのとこだったからね。ここだ。次はちょっと分かりづらいところにありそうですね。何？また何？なんかアンドロイドを捨てるみたいな話？そんな簡単に言ってくれるよな。っていうかね、マーカスは廃棄されたアンドロイドが行き着く先を知ってるからね。まあ、なんでしょうね。まあ、このゲーム、分かりやすく人種差別とかマイノリティの迫害みたいなテーマを扱ってると、まあ当然思うので、彼がね、奇跡的に生還したスクラップ工場というかは、もしかしたら、ナチスのね、ユダヤ人大量虐殺の何か光景を想起させるような感じなのかなっていう気がしますね。アウシュビッツでの大量虐殺というか。
hear about that artist, Carl Landry? Yeah, I hope he makes it. Carl Landry attacked. Where'd you hear that? I read it somewhere. な、どっかの角？こっちの方じゃないのかな。あ、なんか、違いますね。まあ、なんか全然関係ないんですけど、私この間っていうか、つい先日ですね、X-Men のダークフェニックスっていう映画を映画館で見てまいりまして、あ、こっちはいけないね。で、タイミング的にちょっと面白いなと思ったのが、 X-Men もマイノリティの迫害とか人種差別みたいなのを明らかに重ねてる作品なんですよ。で、ちょっとね、今このゲームをやっているっていうこととちょっと共通点がいくつかあって面白いななんて思いましたね。さながらどうなんでしょうかね、マーカスは人間にもしこれから反旗を翻してこう人間の敵だみたいになっていくのだとしたら、まあ X-Men でいうところのね、エリックというかマグニートみたいな感じになっていくんですかね。要はマイノリティを守るためにちょっと過激なこともするような、どうなんでしょうね。まあ、彼が今何を考えてるのかちょっとよくわからないですけど、とにかくジェリコを探すっていうことですかね。こっちの方ありかな、なさそうだね。まあ X-Men はね、超能力っていうのがね、ありましたけど、今回はアンドロイドと人間っていう関係で差別を描く感じですよね。あ、なんかここじゃないかな、ここだ、見つけたぜ。はい、1個目、はい、2個目、よし、次はロボットの壁落書き。まあね、正直、あった、早い、よっしゃ。3つあるんだ。3つ？どこだろうね。あった。で、隣かな？次は。そうだね。ん？シンボルの一部が壊れている。おっと。よいしょ。OK、 手がかり更新。またちょっと高いところにありそうだね。このまま奥進んじゃっていいのかな。あ、ありましたね。サメの絵。よいしょ。
あと2つ、あと2つ。2つ目。3つ目はどこだ？え、このちっちゃいの中にあるとかないよね。上に登る方法を探す。っていうか意外だったのがマーカスさんあれだね、スクラップ工場。おおおお、俊敏、かっこいい。3つ目ありましたね。そうそう、意外だったのがスクラップ工場から出てった後、優しかった雇い主のねおじいちゃんのところに行ってみたりするのかなとか思ったんですけど、そんなことなかったですね。まさか、おっと、シュミレート、おお、かっけえ、なにこれ、すごい、ロバート・ダウニー・ジュニア版のシャーロック・ホームズみたいな戦闘シミュレーションをして確実にいけるという計算を導き出してからやるみたいな、かっこいい。いきますか。なんか QTE とか出そうだな。いけ、おい、着地。こういう時に計算通りって言うのかな、言わないか。あ、降りられるね。ありました。1つ目、2つ目、3つ目。 OK、 これは建物の中かな。予測。戻れる。あ、いいね、こういうの大好き。あ、これもしかしてこっちのルートとかもできるのか。あ、何この、移動手段もいくつかルートがあるの。まあ、こっちでしょう。高すぎる。あ、これはダメだと。なるほど。なるほど、なるほど。はい、戻りましょう。これ飛べたらかっこいいけどね。こっちね。おりゃ。行きますか。おりゃ。この人こんな動けたんですね。おお、かっこいい。
ょっと暗いな。おお、おお、え、誰、ここあれみたい、あのマトリックスレボリューションのクライマックスでネオとスミスが戦った廃墟みたい。おお、ここだな、ここだな、ここでしょう。このサカナクションの PV みたいな。よいしょ、発見。なんか奥な感じがするけど、こっち行けんのかな。ダメだ、もう死んでいる。うん、やっぱこっちじゃなさそうですね。おお、船に向かう。行きますか。危な。え、え、どうしよう。船行けないじゃん。こっちから回り込めるってことかな。大丈夫、あの船すごい錆びてるけど。あんまり走んない方がいいんじゃないかな。ちょっとゆっくり行こうか、慎重にね。来たぞ、ジャンプ。おお、アサシンクリード。上着どこ行った。やばいな、今度はバイオハザードみたいになってきたぞ。ショットガンか。懐中電灯。アンデッド、またはモールデッドとかが出てきそうだ。
マジでなんかいるじゃん。声聞こえたよね。なんかうめき声みたいな。そういうのだけは勘弁してね。そういうのをやりに来てるわけじゃないからね。カーラだっけのモデルだよね。ああ、ニュースになってる。まあね、人間からしてみたらね、アンドロイドの異常な行動っていう感じだけど、まあ正直ね、あのシチュエーションというかあの状況だと、小さな女の子を救ったもうヒーローみたいな感じだけどな。帰りたい。あっち右の方行ったよね。行かない、そっちは行かない。あー、行き止まり。入れない。うん？入れた。人かアンドロイドかですよね。わお。え、なになになに、あ、やばJericho. ジェリコ来ましたね。ジェリコに身を隠す仲間を見つけた。おお。和解しろと。まあね、命令を聞かずに飛び出しちゃったからね。といい時間になってしまったので、今回はこの辺で終わりにします。
次回またお会いしましょう。